はい、マネージャーらしいです。へえ、そうなんですね。変な人ですね。あのだいぶ挑発されてます。そうなんですね。なんかロリポップがなんとかされましたね。金、はい、欲しいのかなって思ったんですけどね。ちょっと違うみたいでした。はい。うん、なんか叩き壊す的なことですね。自分がどうなるか分かってないですね。覚えておけよって感じですね。お友達も壊す。本当ですか。一つも触らせないですけど。以前命名されたのキングフックで、はい、で仕留める感じですか。もちろん、まあ、キングフックか、まあ、いつもの、まあ、私の得意な技術かって思ってますね、はい、ご自身ではどんなフックっていうのは圧倒的な試合を見せようかなと思ってます。攻撃でももちろん寝技でも、はい、どっちで決めるっていうのを決めてるか。いや、特にそんなに、まあ、決まるんだったら、あの、キングフックで決まったらいいなと思ってますけど、まあ、もちろん、私の得意技の、まあ、レジ打ちで、まあ、決められたら、まあ、一番、それもそれでいいかなっていうのがありますね。まあ、どうぞ改めて体格差はやっぱりあると思うんですけど、はい、それはその大きな選手、まあ、男性選手ともやって対策というか、あの対話できる。そうですね、はい、まあ、普段から大きい選手と練習をしてますし、まあ、男の人としか練習をしていないので、対策というか、いつもそれが私の練習なので、うん、対策じゃないですね、うん、練習通りって感じですかね。相手の身長もあって、それをこう例えば組み上げ投げるとか、なかなかこう、難しそうな感じもしますけれど、でも10代続きはそれが当たり前で、大きい相手とやるのは当たり前なんで、あまりそうですね、大きい相手投げるのがうまくいかないとか絶対ないですね、はい、相手の首を下げさせる自信がある。そうですね、その髪の毛の色はどんな思いを込めて赤くされたんでしょうか。まあ、私が好きなカラーなんで、まずはみんながやってないことやりたいし、なんかでも私染めたらギャビも染めてたんで、なんかあれと思ったんですけど、まあでも全部ピンクなの私だけなんで、まあ、人と違うことがいいっていう、まあ、理由はただそれだけです。やっぱり試合でも人と違うところを見せ、今回も見せていただけるんでしょうか。はい、まあ、そうですね、やっぱ、まあ、普通の格闘家の人たちだと、まあ、体重を合わせてやってるところですけど、まあ、私は体重差も身長差も関係なく試合できるんで、まあ、それを強みに、まあ、いい試合見せようかなと思ってます。最近どんどん注目度上がってますけど、ご自身実感してますか、その。まあ、でもやった
ツイッターとかフォロワーが9000人になったかなぐらいですね、うん、まだまだかな。人気ある選手はもっと人気あるし、まだまだ人気足りないなって思ってます。特に考えてないですけど、まあ唯一最近その友達のツイッターがあるんで、それもフォローしてほしいなって思ってるぐらいですね。はい。私のフォロワー9000人いるはずなのに100人ちょっとぐらいしかこいつのフォロワーいないんですよ。ちょっと少ないなと思って。はい。やっぱりあれかな、ダルビで箕輪選手とかが、はい、神取さんからちょっとね、試合のヒントとか勉強になったんですか？全然ならないですあんなんならないですモビで、マジでうろうろしただけだと思って、何のためにわざわざあんなところまで来たかわかんないですうちに楽しんだって感じですかね。カンドリさん、動物で言うと何だと思いますか？この人ですか？はい。なんだろう。昨日カメいっぱいいた時に気持ち悪いって言ってましたからね。なんだろうな。実は怖い動物に見えてちょっと小動物系じゃないですか。なんだろう、なんだろうわかんないですけど小動物系じゃないですか、ね、はい、ハリネズミとかじゃないですか。今流行ってますね、ポケトケしてて痛いけど、はい、実はみたいな。ありがとうございます。これ何か質問ある方、大丈夫でしょうか？大丈夫でしたら最後に写真撮影に入りたいと思います。